ユニバーシアードは国際大学スポーツ連盟が主催する総合競技、大会。全世界の学生たちが集まり、一般に学生のためのオリンピックと言われている。ユニバーシアードの名称は大学とオリンピアードから来ている。また諸外国では通称でワールドユニバーシティゲームズやワールドスチューデントゲームズと呼ばれている場合もある。そのテーマが示すように、 大学スポーツの発展や体育教育の振興のために、オリンピックの前年と翌年の2年後期と期、き、季の両大会が開催される。日本でも過去4回開催された。なお、オリンピック開催年であるユニバーシアードの機械催年には、世界大学選手権として単独で開催される競技もある。開会式、台湾台北。 開催競技は最低限実施競技に含める必須競技と開催側が実施の可否を決めることができる選択競技が存在する。ロゴタイプシンボルマークは平成期に一度改定されている。新鮮中国。第二次世界大戦前の1923年から1939年まで10回にわたり国際大学スポーツ週間が行われたが対戦のために中止された。 第二次大戦後再び国際的な競技大会を開く動きがあったが、冷戦の影響を受け、西側と東側の両陣営はそれぞれ別々の競技大会を開いた。西側は1949年から国際大学スポーツ週間を開き、1955年まで4回続いた。一方東側は世界青年学生祭典を開き、西側に対抗した。 1957年のジュネーブ会議後、両人営は歩み寄り、同年のパリ大会が世界大学スポーツ選手権として東西合同で行われた。なお、1959年の鳥の大会からユニバーシアードと称されるようになった。太地は2015年大会の必須競技。ありがとうございます。